お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムラディオ、ラディオ始まるよ。お世話になります。イグザムの黒です。クッコロです。なんだそのキャラ。いやさ、最近ハマってるドラマがあってさ。おうおうおお。それ大丈夫、時期的になんか収録、俺らがこの収録時期とその映画の収録時期違うみたいな。いや全然関係ない。今やってるドラマじゃないから。あ、なるほどね。スターがいっぱい生えてるお店で借りてきて見てるんだけど、時期的にもちょうどいいかなって思う。おうおうおう。もうすぐ冬だし。まあ確かに。寒さ的に。なんで知らなかったんだろうっていう、面白いドラマを一つ見つけてしまったんですよ。おうおう。それはさっきのマネーに通じるんですね。北の国からって知ってる。いや、だろうなとは思ったよ。思った。思ったよ。思ったけど、まさかな。いや、あれ、本当に面白いよ。結構長いんじゃないの、作品としては。基本ドラマって今ワンクールで3ヶ月。そう、ね。基本だから10話前後。そうね。なんだけど、2クールあったドラマだね。半年。半年。半年やってた。はいはいはい。だから話数的には24話。そういうことになるね。で、その後も結局めちゃくちゃ評判が高かったから、うん、どんどん続編が、特番で2話ずつみたいなので、なるほど。続編があって、この前、ようやく、最初の本編見終わったの。24話分。第一期というか。まあ、第一期というか、そう。アニメ的に言うと第一期的な、ね。そう、第一期的な、そう。24話分見終わって、こっから、続編がまだ始まるんだよね。うん。もう、半分ぐらいある。だから、俺、これからまだ終わってないんだ。ここまでの情報って、どれぐらいの長さでやってという情報しか出ないから、全く面白み、内容には触れてない。そう、こんなこと言うと申し訳ないけど、面白さが伝わってたからね、今のとこ。そう、大丈夫そう。すごい面白い。薄い。すごい面白いよ。なんかさ、もうちょっとあるんじゃない？なんでだみたいな。なんでこんな現実ってきついんだろうみたいな。ああ、はいはい。どうして、こう、人って、こう、難しいんだろうって。むず。言い表せないよ。俺には無理だよ。あ、じゃあ、リアルな感じなんですね。うん。結構リアル、そう、リアリティはすごく。っていうことだよね。あるよね。その中の、まあ、葛藤だったり、そういうものを、の人間ドラマというか。そうそうそう。北海道の富良野っていうね、本当にもう、田舎の、まあ、いわゆるこう、田中邦衛さんとか、もともと東京から戻ってくるっていうところが始まるのね。うん、まあ、いわゆるこう東京のすごい栄えてる空気と、こう田舎町の大変厳しさみたいな、この、都会と、この田舎の人間性のこうギャップで摩擦が生じたりとか、うん、それでもこの、都会ではどうしてもこの生ききれない部分とか、うん、なんかこう、人って難しいなって、なんか人って、して生きてるんだなって。まだ半分しか見てないから、多分、良さの、ほんとこう、微塵も分かってないんだけど、とにかく見てほしい。多分ね、田中邦衛さんの喋り方がやりたかったんだと思う。ここまで喋っといて。うん。多分そうだったんだと思う。やっぱすごい引き込まれるね。やっぱああいうなんかこの綺麗なお芝居っていう感じじゃなくて、もうなんかこの田中邦衛さんだなって、どの役になっても田中邦衛さんだなみたいな、うん、結構そういう役者さんが僕好きで。田中邦衛さん、どの映画とかドラマでもあれなので。俺もなんか、ああいう風になりてんだ。今日ボツかな、これ。ちゃんと全部入れるよ。どうなろうと。ありがとう。ああ。